時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 その昔縁の小津に命を受けし赤き御法の寄進ありその名を前期前期混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたりそして今この世に災い現れし時無敵の鬼神前期は再び蘇らん。今日は部活休みのはずなのにこの前の大会良くなかったんでしょなんだかじっとしてられないって感じだよねちょいとお二人さんずいぶん詳しいじゃんどうしたのほら力づけてやりなさいってうんごめんねさやか千秋あちょっとちょっとどういうこと千秋知らなかったのああの二人そういう関係なの邪魔者同士帰りましょガーンだって私アコにだけは先を越されないだろうって信じてたのにアコの裏切り者シュンくんアコちゃん偉いんだね休みの日も練習なんてさいいだろ別にこの前の夢のことをまだ気にしてるのもういいよその話はごめんなさい。ねえ、たまには一緒に帰らない？私おごっちゃおうかな。俺、練習があるから。あ、しゅんくん。もっと早く走れるはずだ。もっと早く。もっと早く。もっと早く。早く走れるようになりたいか。その望み叶えてやる。はっ。あ、
犬がやかましいの。このところ毎晩じゃ。おやすみなさい。おやすみ。はあ。人の布団で勝手に寝るな。うるさいよポチ、毎晩まる。千秋に起こされたおかげでいいもんめっけちまったぜ。間違いねえ、あれは憑依の身の匂いだ。やろう。そこまでだ。今の調子だ俊一、お前はますます速くなっている。ますます速く速く。いいぞ、もう少しだ。何？鬼じゃと？そうなんじゃ、ちょっと気になってんの。おはよう。ね、何の話？千秋は何か知らんかの。式神町を夜な夜な走り回る正体不明の鬼がいるという噂なんですけど。鬼？何なのそれ。さっぱりわからん。ただ闇雲に町を走り回ったというだけなんじゃがな。大江山四天童子の伝説を思わせる話じゃの。大江、それ何？そんなことも知らんのか。バカもん。よいか、大江山四天童子というのはじゃ、演技の時代丹波の国、現在の京都大江山に救っておった鬼でな、日没とともに都に現れては伊達天のごとく町を駆け抜け、悪行の限りを尽くしておったのじゃが、現頼り日ななこの字なんて読むくれ。源頼光を頭とする討伐隊の手により首を打たれ斬死したというというわけじゃ。何も知らんのか、バカめ。カッ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 。あのね、名誉な話よの。何も起こらねばよいのだが、どう思う、千秋。知らない。鬼ならあそこにも一匹いるけどね。行ってきまーす。お姉様、前期殿はどうなされたのかな。今日はああやって寝てばかりおられるのじゃ。お体の具合でもよろしくないのかの。ああ、それ知ってる。昨日の晩はすごかったらしいよ。駐在さんたち襲われそうになったんだって。本当？やだ怖い。式神町を走り回る鬼か。アコだったら食べられちゃうかもよ。もう千秋来たら。じゃあね、バイバイ。俊くん、俊くん何してるの？最近ずっと学校休んで。あ？やあ、あこちゃん。どうしたの、俊くん？なんだか顔色がひどくなってるみたい。そんなことはないさ。最高の気分だよ。まだこんなところにいたのか。あ、コーチ。紹介するよ。俺の専属コーチさ。コーチは俺が世界一速いランナーになれるって言ってくれるんだぜ。すげえだろ。おいおい、行くぞ。はい。これからトレーニングなの？そうだよ。やめた方がいいよ。どうしてさ。危ないじゃない。ほら、最近この辺りに怖い鬼が出るって言うし。いいんじゃないの。え？そうさ、早く走れるようになるためなら鬼にだってなんだってなってやるさ。俊くん。俊くん、
一体どうしたっていうの？え、帰ってない？そうなの。俊一ったらクラブの合宿とか行ってここ3日ばかり電話もよこさないのよ。3日も。あこちゃん、あのあこちゃん、俊くん、一体何があったっていうの？鬼？俊くんが鬼？まさか私ったら何考えてんのかしら。素晴らしいタイムだ。本当ですか、コーチ。だが、まだ早くなれる。私の言うことに従っていればな。もっともっと走らなきゃ、走らなきゃ。そろそろ時間のようだな。あいつらまだ気がついてやがらねえな。今のうちだ。シュン君、どこにいるの？シュン君、あなたが鬼だなんて嘘よね。同じところをなぞってやがる。そうだ、俺は世界一速いランナーだ。みんなが俺に注目している。いけるぞ、今日こそ一着でゴールを。おかしい、ゴールが見えない。ゴールはどこだ、どこなんだ。機は熟した。千年の時を超えし欲望、今こそ時かなて、憑依獣ガランに。はぁ、いかん、もう始まっとる。ばあちゃん、どうした？ほら、鬼の走ってる道が。あ、あれは五芒星の道。いかんぞ、あの道に邪悪な力が満たされていけば。おわね様、急ぐんじゃ。ねえ、何の話？待ってよ。千秋、あこ、お願い、シュン君を助けてあげて。シュン君？シュン君、凄まじい正気じゃ。くらー、まさか。やっぱり前期、あんたこんなところで何やってんのよ。待ってて。いでてじゃない、あんたは私の式神でしょ。勝手にうろうろしないでよね。バッシュか、俺様はあの憑依獣をぶっ殺したいだけで、とっとと召喚しろ。千秋、あれがシュウ君なのよ。なんですって、あの憑依獣が。また来るぞ。うん、栗林、我らの手で食い止めるのじゃ。はい、お嬢様。はぁ、
メじゃ。どうしよう。娘さん、あの憑依獣は、あ、いや、その俊君とやらは一体何が望みなのじゃ。あの俊君はただ速く走りたいだけなんです。最近ずっとタイムが伸びなくて。もしかして俊君ゴールを探してるんじゃ。ゴール？え、なかなかゴールにたどり着けない夢を見るって、それで悩んでたの。それじゃ千秋、前期殿を召喚するのじゃ。え、だってわしに考えがある。急げ。うん。我とくる真の呪縛、奇獣の刃にて封じを断つ。ハグバジュラホン、アー決定せよ。ランチ前期前期、ここに元臨。立ち上がれ憑依獣。待てってんだよこのいだてん野郎ら。俺は貴様などには渡さん。んだと。くそ、なんて足だ。俺様が追いつけねえと。前期殿、ゴールになって奴をとどめるのじゃ。この御坊勢の道に立っておれば、黙っていても奴は突っ込んでくる。すぐ、よし。前期、約束よ。絶対に絶対に憑依獣を殺しちゃダメだからね。千秋、これって言って今の生き物は何？大丈夫、あれは私たちの味方よ。多分ね。え？手を切るのは俺だ。俺なんだ。誰にも邪魔はさせない。ゴールはどこなんだ、どこなんだ。一等賞の褒美をくれてやるぜ。打つけやろう。どけ、貴様なんかゴールじゃない。くらえ、マジだ。できたよ、ゴールできたんだよ。うん、私見てたわ、しっかり見てたわ。アコちゃん、どうやら俊一君は無事だったようじゃな。うん。ふがいない野郎だぜ、女に抱かれやがってよ。バカ、なんてこと言うのよ。あんたなんかで人間の気持ちなんてわかんないのよ。当たり前だ、この前期様にそんなくだらないものが分かってたまるか。バカ野郎、痛えじゃねえか。ふっ、あれ式のことでやられるとは。腹も膨れたし、なんだか眠くなっちまったぜ。一目入りするか。こんな道の真ん中で寝るやつがあるか。それにしても式神町全体に御坊勢が描かれていたなんて知りませんでした。え、そういえばさっきこの道に邪悪な力が満たされるとどうとか。うん、あ、いや、あ、さて、そろそろ帰るとするかな。重大な秘密でも。うん、いやいや、二人ともわしの言うことはよく聞くのじゃ。
今までお前たちにも黙っておったことなのだが、実はの。今話すわけにはいかんのじゃ。さあ、千秋帰るぞ。ばあちゃん、何の話か聞かせてよ。知らんな。わしは何にも言うとらんぞ。そんな。ありがとう、千秋。もう大丈夫よ。うん。さて、わしらも帰るとするかな。栗林、寺まで走るぞ。さあ。お師匠様。